皆さんおはようございます。関根和夫です。お元気ですか昨日私午前中はあの新大久保にある CGNTV というところのえスタジオでえ番組を撮ってその後午後と夜はえお茶の水にある芸術造形研究所というのがありますけれどもそこの中にある前は教室で 使っていた部屋が今、スタジオ化してしまいましたが、えー、そこで <laughs> 2回、ズ、えームでの講座がありました、えー。それはカウンセリングの講座だったんですけども、えー、青森とか仙台、山形、富山、愛媛、福岡、えー、東京や埼玉、まあ、関東圏ばかりではなくて、本当にあの日本中の地域から 臨床美術士の方々や、講座に興味のある方々が参加して、この Zoom での講座が開かれたんですね。ある意味で、このコロナということがなければ、Zoom による講座なども、ここまで広がることはなかったかもしれないなと思いました。つまり、コロナのこの出来事は、まあ、ある意味で、ここ100年の間の最悪の出来事の一つ、世界中に蔓延した、 最悪の出来事の一つではありますけれどもでもそんな中でも光るものが見つかったと言えることの一つそれがまあズームとかあるいはコンピューターなどによるこう連絡網の広がり、えー、講座の開催などの可能になったこの出来事かもしれないなと思いましたまあ時間的な難しさはあるにせよどこからでも参加することができるというのはとても 素晴らしいことだと思いました、えー。そして昨日はその中で受講者の方々と15分間、ズームの中でこう小さな部屋に分かれて意見交換という場所もあったんですね。非常に興味深い、えー、生中継ならではの臨床感がありました。しかしそれが終わってあー夜10時過ぎに、えー、戻ったんですが、うーん何かこう、 そういうことにばかり関わっていると、パソコンに慣れてない人や、パソコンなどを持ってない人たちが、どんどん取り残されている社会になってないかな、ということで、とてもこう、不安になったんですね。パソコンとか情報についてのリテラシーと言いますけれども、いわば読み書き能力とか理解力と呼ばれますが、そういうリテラシーに関する格差がどんどん広がっている時代だな、とも感じています。 便利なことがどんどん優先され、昔からのものが捨てられていくような中に、取り残された感というのを持つ人たちが、本当に、えー、倍増しているように思うんですよね。近々、その預金通帳がなくなってカード化されるとか、コンピューター依存の社会がどんどん広がっている。機械に振り回される社会が足音を立ててすぐ近くまで来ているというふうな感覚。 自分にとって大切なものは何か、どんな気持ちで生きていけばよいか、真剣に考えるべき時代になっているように思います。優しさとか、寛容さとか、柔軟さとか、えー、そういうものが社会の中にも、各個人の中にも育、育たなきゃいけないだろうなと、心から願い、またそれを祈って、今朝始まりました。 どうぞ元気でいてください。それじゃあまた。